こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はカブの葉を使ってお漬物を作りたいと思います。葉っぱを切り落とします。根元の部分は汚れていることが多いので水洗いをしてきます。それでは早速つけていきたいと思います。今回も白菜のお漬物の時と同様にこちらの漬物容器を使います。この漬物容器はホームセンターなどで売っていてとても便利なのでおすすめです。それでは早速つけていきます。切って水洗いをしてしっかりと水気を拭いたカブの葉っぱの部分です。これを中に敷き詰めていきます。こちらに葉っぱの 5% から 3% のお塩を用意します。今回は 5% で測ってみました。葉っぱが 335g ありましたのでお塩はその 5% の 16g 用意してます。これを上から振りかけていきます。上から蓋をします。これで3日ほど経つと水気が出てくると思います。そのぐらいから食べれると思います。食べ頃は5日から1週間ぐらいだと思うのでしばらくつけていきたいと思います。漬物容器につけて今日で3日経ちました。結構お水が出てきたんじゃないかなと思います。それでは開けてみます。では切る前に一旦水洗いしてきます。それでは切っていきます。では早速いただいてみます。シャキシャキの食感は残ってるんですけども、しっかりと使っていてすごく美味しいです。今食べたのはちょっと長く切ったものですね。そうすると割と食感がしっかりと味わえます。ちっちゃい方も美味しい。これはご飯と一緒にこう混ぜて食べるのにいいかなと思います。今回はお塩だけを使いましたけども、お好みで昆布や唐辛子、あとはニンニクなどを入れていただいても美味しいと思います。この動画がお役に立ちましたらグッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。